山県黒部市の日田山脈、後ろ山連峰に位置する標高1543メートルの山。山体は西側が黒部峡国岸に面しており、黒部峡谷国府、猿飛び並びに奥小山として国の特別天然記念物及び特別名称に指定されている。後ろ山連峰の唐松だけから続く尾根城にあり、 オネマタンの西壁は幅1トル、高さ8 0 0ルという日本屈指の岩壁となって、黒部川に落ち込んでいる。その山陽は、黒部川対岸を通る水平歩道から望むことができる。西壁は、クライマーの間で、黒部の怪人の異名で呼ばれ、黒部別、山台竹ヶ瓶南東壁、丸山東壁と共に、黒部三大岩壁に数えられる。 1938年12月27日未明に、千人国ダムの建設作業員宿舎を、泡なだれが襲った事故では、奥小山がその現場の一つとなった。黒部川対岸の志合国に置かれていた宿舎を、泡なだれが直撃し、84名の死者を出す惨事となったが、およそ2ヶ月後になって、ようやく発見された宿舎の残骸及び犠牲者の遺体の位置から、 泡なだれの衝撃を受けた宿舎の3.4階部分が、そのままの形で宙を飛んで黒部川を越え、直線距離で600メートル離れた奥小山の岸壁に激突したと推測された。1960年、紫学会が西壁の初登板を果たして以降は、多くのクライマーが集まるクライミングの名所となっている。黒部川の下流方向に位置する。 小日都市温泉の左岸に西金釣山、同じく岸に東金釣山があり、両山とも釣り金を伏せたような形であることから、その奥に位置している同じく釣り金状の山ということで、奥小山の名が付けられたと推測されている。山頂まで達する登山道はない。山頂東側の尾根に取り付く箇所までは、馬場谷温泉から唐松岳方面への道を利用できるが、 尾根に入ってからは山頂までやぶこぎすることになる。西壁を倒半する場合は、黒部峡谷鉄道系秋田大来駅から黒部川を、そこをし、2時間ほどで岸壁の基部に達する。紫学会、中央ルンゼ、京都など数十本の倒半ルートが存在するが、多くが RCC2 グレードで5級、または最上級の難度にあたる6級のルートである。ありがとうございます。